鈴陵は、新末の政治家。総督などの地方官を歴任した人物で、特に西南部と東北部において、政治、軍事、産業の近代化の基盤を築き上げた。西は、バヨトシ、字は、清志室、モンゴル人、モ古コ、アイバタの人、高所元年、木の絵ぬか新士となる。各地の知見、知州、知府、同員を歴任した後、高所十四年、 三世矢絶となる。翌年、古南不正史に占る。同年9月に、古南準部、高所26年に、三世準部、翌年に、古北準部と歴任した。同年5月、東側河道総督に占理、高所28年2月、河南準部となり、同年5月、熱火都党となった。高所29年4月、諸子戦総督に昇進し、翌年に正式に、 四川総督に任命された。高所33年2月に、運気総督に、センタ。戦闘元年2月、僅差大臣に任命され、さらに東三省総督献官参照将軍時に、センタ。翌年、他省の総督、順部らと共に、内閣の組織、国会の開設を、新朝中央に、伝文で要請した。戦闘3年4月、 病により辞任、休養した。同年11月、再び、熱火都等に認じられたが、民国元年1月、辞任した。総督として認じられていた間に、鈴良は、核認知で政務に辣腕を振るい、政治、軍事、産業の近代化の基盤を築き上げ、民国以後にも影響を与えた。民国6年、病没、去年65、ありがとうございます。